なんか今日は由比ヶ浜も雪の下も用事があるらしくてね。それじゃあ一緒に帰らない？ああ。そういえばさ、何にもないのに八幡とこうやって寄り道するのってあんまりなかったよね。確かにそうだな。いつも何かしらのついでって感じだもんな。僕も部活あるけど八幡人気者だからな。いや、それはさすがに戸塚の勘違いだ。そんなことないよ。人気者っていうのは言い過ぎかもしれないけど、僕は八幡と友達になれてよかったなっていつも思ってるもん。そうか。まあこれからは寄り道でも何でも遠慮なくどんどん言ってくれ。うん、一緒に受験勉強なんかもしたいな。あ、プラネタリウム行かない？おおう。あ、流れ星だ。綺麗だね、八幡。ああ、天然物を見るには運もいるしな。八幡らしいな。あと1年か。高校？まあな、案外あっという間だよな。そうだね。僕さ。ん？なんだかうまく言えないけど、大学が違っちゃってもそんなの関係なくて、一緒に旅行とかしたり、会いたい時にフラッと会っていつも通りに話ができたり、進路とかで悩んだ時は相談し合ったりさ。いつかおじいさんになった時にあんなこともこんなこともあったなって言ったりできるような。戸塚は強いんだな。そうかな。まあなんだ、俺はなるようにしかならないって諦めてたからな。きっとなれるよね。そうだといいな。うん、そうなろうよ。そうだな。八幡がそんな風に前向きに返事してくれたのって初めてなんだよ。そうか。そうだよ。しくなって泣きたくなって子供の頃思い出し